どうも、ポトフです。かなり、パンクしておりますが、はい。ちょっとこの間も話しましたけど、アンカーのアプリをアップデートしたら、コール品が入ってることに、気づきまして、これいつもらったんだろう、もう1週間以上、前なんじゃないかな。いつだったかですね。私の部屋に娘が勉強机を持ってきて、録音がしにくくなったと、家で録音がしにくいという話をしたことに対しての小倉さんからのコールインをいただいてましてですね、ちょっと流しますね。ポトフさん、おはようございます。小倉です。先日はクオラのミートアップでどうもありがとうございました。さて、録音場所の話なんですけれども、ご家族がいらっしゃる場所でも、試しに録音されてみてはいかがでしょうか。以前もね、息子さんが、いらっしゃる場所で録音されたりもしてたと思うんですけども、そういった、音が入ってるのも、味があって、アットホームな雰囲気といいますか、いいんじゃないかと思います。でも、やっぱり、いざやるとなるとちょっとやりづらいですかね。お察しします。もう録音済ませちゃったかもしれないですけども、そんなことを考えました。はい。小倉さん、ありがとうございます。もういつの話かという感じですけど、そう、別にね、家族がいて、録音するというか、家族の声が入るのは全然私としてはいいと言えばいいんですけど、で、そうそう、息子ならね、息子は、なんでしょう、YouTuber 大好きですから、いや、息子がいるときに録音するのは全然平気なんですよ。もう全然、目の前で録音することは全然あるんですけど、さすがにね、中学の娘の前で録音をし始めて、冷ややかな目で見られるのは嫌ですよね。娘以上に奥さんの前はもっと嫌なんですけど、なかなかね、その声が入るのが嫌だとかじゃないです。その前で、こんにちはポトフですと喋り出すのが嫌です。前も子供たちに何ポトフってまたやってんのっつって、なんかね少し小馬鹿にされる風な。そうなのでですね、録音はしにくいです。でこう移動中の方が録音しやすい感じですね。なかなかね、部屋で一人であれば全然どんなものもあれですけど、家族の目というのはですね、なかなか残酷なもので、で、息子はね、男同士というのもあるし、全然大丈夫なんですけどね、はい。そんなこんなで、いただきました。皆さんはだけど、ヌヌさんなんかは車で運転中とか多いですよね。自宅に録音環境がちゃんとある人は羨ましいなと思ったりしますよ。だから、部屋で誰もいない時でも、部屋の扉がね、いろんなものがかけてあったり服がかけてあったりして縛らないんですよ。どんな状態だと、そんな環境でやっておりますので、主に歩きながら録音してます。はい、今も駅ですね。そんな感じです。ポトフでした。じゃあね。